きチャンネル。じゃあ、こんにちは。なんかアイドリングトークするのかな。なんか最近ね、はい、ちょっとアイドリングトーク長すぎるぞっていうね、はい、声が聞こえてきたり来なかったりっていう、はい、タイムスタンプで本編こっからみたいなの書かれてますよね。本編前が面白いのにね。そうですよ、ここにどんないいネタがね、含まれてるか分かんないですからね。だけに適当に話してるわけじゃないからね。はい、そうです。ああ、結構適当かもしれない。真剣っすよ。そうです、真剣にアイドリングトークしてるんですよ。ラジオ体操からね、はい、真剣っすよ。アップから、アップから真剣やんないと怪我しますからね。はい、これで温めて、もうここにね、入れたじゃないですか、本題に。はい、じゃあもう今日早めに言ってあげる。あ、そうしますね。ああ、そうします。なんかあります。いや、ないっす。特にないっす。大丈夫ですか。だってもう、はい、あの、今日これが初めての撮影じゃないんで。そうですね。アイドリングトーク結構やりましたね。さあ、やりました。はい、じゃあ、今日は、はい、はい、昨年、だから4位チーム、ロッテと、はい、広島ですね。広島、はい。じゃあ、どっちからいきましょうか。じゃあ、ロッテからいきましょうか。はい、やっぱロッテが今年 A クラス行くために、はい、やっぱ必要なのは、うん、野手でいうと、はい、キーマンはレアードですね。うん、レアード選手、でも毎年活躍してません？いや、まあまあまあしてるんですけど、はい、去年も前半やばいぐらい打ってたんですよ。はい、もうレアード打ったらホームランとか、はい、もうあの終盤逆転ホームランとかめっちゃ打ってて、うんうん、でも後半やばいぐらい打ってない。あ、じゃあそうか、前半めちゃくちゃ打ったから30本いってるのか。そうそうそう、まあ、後半持ってますけど、はい、前半の貯金が生きてるんですよ。はい、で後半は本当にやばかったんですよ。あ、ね、ロッテファンの皆さんね、あ、うんね、僕の思いだけじゃないですよ。やばかったですよね。ね。そっか、なんか全体通してなんかまあ30本いってるからいいなみたいなイメージでした。はい、後半試合出てない時もあったんで、はい、だからそのもし去年の後半のまま今年前半入るとやばいっす。はい、うん、あ、なるほど、ね。回らなくなるんで、はいはい、そこがやっぱり長距離砲が欲しいところで、はい、レアードの一発とか威圧感っていうんだって前半3割ぐらい、3割打ってましたからね。はい、だから打率的には。そのレアードの打率に戻ってきただけなんですよ。はい、うん、大体2割ハムでいた時も3分ぐらいだったんで、はい、それよりはちょっといいかも分かんないんで、うん、去年の成績でいうとね、はい、だからそのまあ元に戻ってきただけなんですけど、うん、やっぱりそのやっぱ波ありすぎるとチームの勢い乗りづらいんで、うん、やっぱり平均的にいってほしいなっていうね、うん、ところはだから特に、うん、だから前半、はい、不安で仕方ないですよ。はい、去年の終盤のレアードじゃないですよね。今年また大丈夫ですよねっていう。また前半まあ、そのね、間ぐらいでいいわけですよね。うん、それを保ってくれたら嬉しいなっていう。そうそうそう、うん、ね、本当に、はい、本当のね、はい、キーマン上げたやつはいたんですけどね、はい、そいつ怪我して出遅れてます。え、誰ですか。荻野貴司。え、また怪我したんですか。出遅れちゃってるよ。へえ、こんだけね、期待して。だからもう、はい、僕はだから3年前ぐらいに荻野、はい、で一句読んだんですよ。はい、一句読んだ、はい、はい、見てみたい荻野貴司のフル出場。なんか、そっか、はい、そうですね、はい、フル出場したら絶対活躍できる選手なんですもんね。そうそうそう、それがちょっとね、出遅れちゃうパターンになってくるんですけど、うん、はい、まあまあ、でもレアードがね、はい、この長打力っていうのはやっぱりマリーンズに欠かせないんで、はい、このレアードの活躍、うん、でしかも投手陣は外国人補強ね、はい、ハーマンとかあとジャクソンとか、うん、あの投手陣の外国人補強はしてるんですけど、はい、野手陣は、はい、マーティン、レアードって、まあ、基本的には2人なんで、はい、そういった意味でもやっぱ頑張らなきゃいけないっていう、うん、そうですね。 あ、開幕美馬投手になりましたね。あ、そうですね、はい、寂しいなって。まあ、ロッテファンからしたらちょっと寂しいですか。いや、ロッテファンからっていうか、うん、はい、何が寂しいなっていうか、うん、別に美馬が開幕投手だから寂しいって言ってるわけじゃなくて、うん、もちろん分かりますよ。あの、はい、まあ、こんな言い方したらですけど、はい、楽天でね、はい、3番手か4番手だったわけじゃないですか、うん、まあ、そうですね、3番手ぐらい則本騎士が入ってた時にね、はい、で、美馬3本柱って言われてました。だったわけじゃないですか、はい、のね、ピッチャーがね、来て、まあ、去年ね、ソフトバンク戦相性良かったっていうのもあるかもわかんないですけど、軒並み全員ロッテのやつが負けるって、はい、お前ら悔しくないんかっていう。なんとも思わんからお前はつってそう、ね、お前ら本当にっていう、うん、はい、悔しくないんかっていう、のんきに拍手してる場合ちゃうぞっていう。そうですね、まあ、考えてみたらやっぱそう、そうですよね。それがね、はい、則本来ましたってなったらね、はい、そりゃ菅野来ましたとかね、はい、山本由伸が来ましたとかなったらね、はい、うん、それ、はい、
仕方ないですよ、はい、それはさすがに、はい、でもね、うん、まあ、三輪投手を下げて言ってるわけじゃなくて、もちろんそうです、はい、そこは死守だろ、うん、お前らっていう結局は、はい、その信頼度がないんですよ、その井口さんからするとね、だから美馬の方が信頼度が厚い、はい、で昨年ソフトバンクに対しても、はい、その防御率確か1点台だったかな、で相性良かったと、はい、でしかも開幕戦敵地やと、うん、でやった時にで昨年ホークスに相性良かったと、はい、やっぱ今年もその相性を続けていくためには最初って大事じゃないです か、うん、だから最初ガガンって入って、はい、ほら今年もホークスだ、うん、うちらやるよっていう、はい、その意識づけしてシーズンをいい方向に戦わせたいから、はい、だから井口さんからするとね、監督からするとこれはもう間違いない判断なんですよ、はい、判断は僕は間違いないと思ってるし、はい、その三輪開幕投手は当然やと思うんですけど、うん、それに負けてるお前らみたいな、まあ、それでいいんかみたいな、もうそれくらい頑張れよこの野郎頑張ってくださいあで、ちなみにピッチャー聞いてなかったんですよね、まだキーマン、はい、キーマンもう二木お前、キーマン二木だよ、二木ね、はい、背番号が18番になって、はい、エースナンバーになった時に、はい、10勝しないエースナンバーはいらないぞ、はい、ね、去年ね、8勝ぐらいでしたね、はい、ね、毎年10勝するするって言ってきて、うん、10勝ね、ここまでできてない、はい、でまあ、種市がね、はい、まあ、ひょっとしたら今年10勝するかもわかんないっていうところで、うん、二木が出遅れてる場合じゃないと、はい、でしかもね、その三馬に開幕投手を譲ってね、はい、18番背負ってるのにね、うん、恥ずかしくないんかっていう、はい、だから今年ね、しっかり結果残して、うん、来年の開幕には二木ってね、はい、監督から無条件で言われるように残していくのが18番じゃないですか。そうですね、いい番号ですからね、うん、まあ、もちろんね、各球団ね、いろんなエースナンバーあるとしても、うん、はい、ロッテで言えばやっぱ18番がね、うん、まあ、エースの証じゃないですか、はい、やっぱそうなった時に今年2桁はマストなんですよ、はい、だから2木種市で2人で最低25勝です、はい、2人25か最低、ってことはまあ1人12か13は勝たないといけないっていう、 そう、それで A クラス入りがもう見えてくるんで、はい、これはもうマストなんですよ、18番背負ってね、はい、ってなった時にやっぱこの2機がどこまで頑張れるかっていうのは、うん、まあ、大事な、かなり大事な要素っていう、そうですね、まあ、2機投手も種市投手もまだ若いですから、そう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 、まだこう本当にいけるね、うん、でもここでグッていかないと、はい、もうこの飛行のまあ逆安定しちゃうんですよ、うん、そうなってくるとただの先発4番手5番手の投手になるし、はい、でまあ、2機でね、はい、言えばもし前で投げるってなってくると、うん、相手もエースクラスになるんですよ、っていうことはやっぱエースっていうことは相手のエースに勝って初めてエースなわけですよね、はい、そうなってくると相手の格が上がるってことは打線もそれ相応に抑えられる、うん、だからピッチャーも頑張って相手をそれ以上に抑えていかなきゃ勝ち目がないわけですよね、はい、だそうなってくるとそういうピッチングもそのエースメンバー背負ってローテーションの前で投げるってことはそれをしなきゃいけないんですよね、はい、だそこの山を乗り越えて一皮も二皮も大きくなった場合はエースとしてね、本当の18番、はい、で種市は16番がね、うん、似合うような選手にもなるし、まあ、そうならないとロッテが浮上しないんで、はい、やっぱりまあでもそのなんかじゃあまあ2投手、種市投手もそうだし、うん、2木投手そうですね、こう成長してほしいっていう、今年ロッテがね、B クラスになっちゃうと、はい、3年連続の B クラスになっちゃって、うん、でなんか情報によると、はい、山本浩二さん以来の3年連続 B クラスになっちゃうらしいですよね、はい、あ、そうなんですか、だからボビーも西村さんも伊藤さんも、はい、うん、3年連続 B クラスは1回もないらしいですよね、はい、でそういったところも、うん、だから2005年が、まあ、2004年ボビーになってからですから、うん、まあ、約15年ぶりぐらいの感じで3年連続 B クラスになっちゃうんで、はい、まあ、やっぱりそれも防ぎたいですよ ね、 そうですね、でもそのためにはこの2人が頑張って、うん、でまあ三馬がねしっかりそこで10勝以上できれば、はい、3人で35とかね、うんうん、もしくは40ぐらい勝ったらかなりの大きい貯金になるんで、はい、まあ、でもそれがマストになってくるんですよね、はい、だからもう2機には頑張ってもらいたいっていうね、この、 開幕投手を取れなかったっていうことをね、はい、悔しいと思って、はい、肝に銘じてやってほしいですよ、来年こそはと、うん、なれるようにことをしっかり結果を残してほしいっていうね、はい、ところはありますけど、はい、もう熱こもりすぎて、はい、もうロッテで終わってもいいですけど、ロッテ暑かったですねさすがにね結構もう思いすぎちゃった、はい、もうバラーって言ってましたからね、もう明日の情報になってます、はい、なって起きてくださいじゃあ行きましょうか、もう一段、もう一段行きましょう、広しますね、はい、じゃあ野手は、はい、田中康介ですね、あー、そうです、頑張ってほしいですね、やっぱ昨年ね怪我もあったり、はい、最初打撃の不調でね、はい、1割台だったりして、うん、まあこんなもんじゃないと思うんですよね、はい、だから今年に期する思いは強いと思うんですよね、うんうん、去年その怪我もあったりダメだった分ね、はい、でこのキャンプとかやっぱりオープン戦見てても、はい、やっぱりそのショートは小園じゃないなって僕は思ってるんですよ、はい、ショートっていうのは、うん、
もちろんプレーでも結果を出さなきゃいけないし、はい、その守備もバッティングも完璧にしなきゃいけないんですけど、うん、もう一つ役割があるんですよ。やっぱりそれはセンターラインとして、あ、そのチームの中心的役割を担わなきゃいけないんですよね、はい、だからセンターラインで言えば、まあ、野手で言えばキャッチャーですね、はい、でピッチャー抜ければ、まあ、二遊間、はい、センターですよね、うん、このセンターラインっていうのはその指示を明確に周りを引っ張っていかなきゃいけないんですよ、うん、でキャンプとかオープン戦見ててもやっぱ田中康介が声出して、はい、内野との連携、外野との連携、うん、でそのチームリーダーとしてそういう指示も明確に出して声も出して、うん、その引っ張っていく姿勢っていうのは、はい、この能力以上のものが僕はあると思うんですよ。あー、なるほど。そういうプレーの、ね、うん、守備の質、はい、バッティングの質、うん、これはもうあって当たり前、はい、でもこれだけじゃショートはダメなんですよ、うん、そのチーム全体を締める引っ張っていく、だからセンターにしてもライトとレフトのポジショニング、うん、もっとこっちだよ、あっち行けよ、あいつもっと下がるよ、こうするなっていうの連携を、はい、もちろんベンチから来ますけど、うん、当事者の野手で連携をしなきゃいけないわけですよ、うん、そうなってた時やっぱセンター、ショート、キャッチャーっていうのはかなり重きを置くポジションになった時に、小園じゃ僕はまだ早いと思うんですよ、うん、でそういうその田中康介の姿を小園を見ながらもうちょっと勉強した方がいいですよね、うんうん、で多分、まあ、いろんな情報によると小園がサードで開幕スタメンあるかもって言ってるんで、はい、僕はそっちの方がいいと思うんですよ、うん、サード小園、ショート田中康介で回って、はい、しかも田中康介がリーダーとして、まあ、盗塁でも守備でも打撃でもね、はい、3連覇した時の状態に戻せればね、うん、もう全然カーブは浮上する力もね、はい、去年も1ヶ月20勝ぐらいして、うん、でまた20敗ぐらいしてみたいな、ちょっとこう乱高下があったところはありましたけど、はい、うん、持ってる力は丸が抜けたとしてもあるん で、はい、でそこをうまく回せるためにもやっぱ田中康介が、まあね、その田中菊、はい、多分田中菊西やと思うんですよね。あー、西川選手、田中菊西鈴木やと思うんですよ、はい、あ、でもそのラインが本当に完璧にバンってはまったら、そう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 、めっちゃ強そうですよね。そうそうそう、そしたら僕が言ってる鈴木誠也の三冠っていうのも見えてくると思うんで、はい、そのためにもやっぱりそのチームのリーダーとして、はい、あとは一番の核弾とその先頭を切っていくチームをうまく回していくっていう、攻撃でも守備でもリーダーシップを取ってやっていけるのは僕はまだ田中康介なんじゃないのかなと思うんで、うん、そういった面でも、まあ、去年のね悔しさをバネにして、はい、今年はそれで一気にグッて行くことによって小園がそれを見る、で次ね、いずれはバトンタッチしますから、はい、いずれはね、そうなった時にもし今度は田中康介がサードで小園がショートでもいいわけじゃないですか、うんうん、でその小園が田中康介を見てリーダーシップをしっかり学んでできていけば、はい、そういうふうにこのバトンを球団としてつなげていくことができるから、うん、そのためにもむしろ田中康介をまだショートにしておいて小園に勉強させた方がいいと思うんです、うん、だからそういった意味でも大きいですね。僕も期待するところは大きいし、うん、チームがやっぱ浮上するためにはやっぱ必要不可欠っていう、田中菊丸って言われた頃の田中選手ぐらいの勢いというかね、そうそうそう、成績を、うん、戻せればね、はい、もっといけるん で、うんうん、であとまあピッチャーでいうと、はい、やっぱり新人の森下ですね。おお、ドラ1ルーキーですか、うん、これはまあ先発で言えばジョンソンとか、はい、まあ床田、はい、まあ、昨年で言えば、うん、まあそういった意味でもね、で、まあ、中継ぎもねフランスワンに頼り切って、うん、去年怪我人多かったですけど、はい、まあ、そこがまあ戻ってくるとね、うん、想定して新しい力で言えばやっぱ森下がしっかり先発ローテーションで、うん、10勝でいいんで、もう10勝8敗、うん、10勝8敗とかでもいいんで、はい、もうそれでそのローテーション回して10勝8敗、10勝9敗でもいいんで、その10勝勝てるだけの1年間体力維持できて頑張れば僕は十分浮上できると思うんで、はい、だってめっちゃ顔ちっちゃいんですよ。そう関係あります？めっちゃ男前だったっす。ああ、そうですか。横通ったっすけど、爽やかみたいな。見たい生で。狙ってるんですか？狙ってないです。狙ってないです。すぐ狙ってるっていうから狙ってないです。だから独身ですもんね。めっちゃスラッとしてて、はい、でもなんかいい球も投げてましたし、うん、そういった意味ではまあね、その体力維持が一番の課題になってきますけど、はい、まあ、ここがもしうまく回れば。はい、面白い投手陣もね、バチッと肩がはまってくるんで、うん、はい、若干投手陣な怪我人多かったりなんか入れ替えがね、うん、去年尾形監督も難しかったところだと思いますけど、はい、まあ、佐々木監督が新しくなって、まあ、ピッチャー出身ですし、はい、そこら辺をもっと円滑にね、そのスムーズに持ち回すことができて、うん、一体感出せれば締まってくるんで、うん、はい、そういった意味でも投打ともにね、ガッとはまれば力はあるんで、はい、あの A クラスいつでもいけるチームなんじゃないのかなと思いますけどね。なるほど、森下投手だって新人を取れるぐらいのね、全然もう2桁取った、だからセ・リーグは森下が多分第一候補ですね、筆頭ですよね、普通にいけばね、はい、いやいや楽しみになってきます ねなんか日に日にもうだから
6球団言ってきましたけど、はい、日に日に興奮してくるっすね。喋るごとに興奮してくるて、あれこれもうどのチームも勝てんちゃうかみたいないや、どのチームもこれいったら優勝できるぞみたいないやでもまあそれ全チームにチャンスあるっすから、はい、そういった意味でもね、はい、まあまだ明日、はい、あの球団やります、はい。